それではお待たせいたしました。リードジェットクラスの予選ヒントを進めてまいりましょう。さあ、ここで隊列作ってまいりました。リードジェットクラス予選ヒート10周のレース、先頭スタートの北康介がこの中ではダンスの若手ドライバーと言っていいでしょう。さあ、あとはベテランドライバーたちが今この北康介をなんとか1位から引きずり下ろそうと今隊列を作っていきまして、レッドシグナルはブラックアウト、レーススタート。北康介は後ろをチライと振り返りまして、1コーナーホールショットは北康介、そしてもうすでに後ろとの差を少し作っています。2番手にはイン側スタートの3番手スタート山口孝雄が2番手に上がってまいりまして、2番手スタートフロントロースタートの江刺家大吾は3番手に下がります。さあ、この江刺家大吾、スーパー GTK 耐久レースではもう散々この新東京ラサーキットの周回を重ねておりますが、スプリントレースはなんと20数年ぶりの復帰レースということになります。そしてこのリードジェットのパッケージに乗ったのはまだこれが2回目ということで、さあ、その江刺家が習熟とともにどんどんとポジションを上げてくることができるか。現在3番手、その後ろにはパワーワックス福島明夫です。この福島明夫は開幕戦第2戦ともに第4位、なんとか表彰台に上っていきたいところ。目の前には今江刺家大吾、そして先頭は北康介。この北康介は開幕戦第2戦ともに連覇を果たしているドライバー。まあ、このドライバーはね、ヤマハ SS クラスでも走っておりまして、さあ、そんな若手ドライバーですから、このリードジェットクラスの難しいマシンコントロールもあっという間に身につけてしまったんでしょう。さあ、その北康介がすでに後ろを大きく引き離してまいりました。このまま今日も逃げ切りとなるんでしょうか。まずは予選ヒート。さあ、北康介が現在46秒内が出ているんですけれども、今3番手を走っております江刺家大吾も46秒台が出ております。さあ、あとは2番手の山口孝雄が今ベストとしては47秒フラット、もう少しタイムを上げていきたいところ。さあ、山口孝雄、新東京サーキット NTC カップでは東京 SS クラスに参戦しているドライバーです。ただ、ここ去年、今年に関しましてはなかなか、上位に這い上がってくることができない山口孝雄。さあ、そろそろいいとこ出していきたいというところはあるんではないでしょうか。さあ、その山口孝雄が現在2番手を走行中。このリードジェットクラスでは開幕戦第2位、そして第2戦では第3位表彰台を獲得しているドライバーです。さあ、リードジェットクラスの予選ヒート、
先頭は秋田康介、後ろすでに2秒以上差をつけまして現在先頭走行中。その北康介のベストラップが46秒483なのに対しまして、2番手3番手山口坂尾と宇佐鹿大吾も46秒台にタイムを入れてまいりました。山口坂尾はベストラップを今の週で更新していきまして自己ベスト46秒923、そして宇佐鹿大吾も自己ベスト46秒まで入っております。さあしかしこの3番手の宇佐鹿ベストラップとしましては山口坂尾を上回っています。これはもどかしいところではないでしょうか。さあ宇佐鹿はこの山口坂尾に対しましてどこかで仕掛けることができるのか。リードジェットクラスオールウェザータイヤということで常に溝付きのタイヤで走行します。それもありましてグリップとしてはやはり他クラスと比べますと横方向が弱いという話も聞いたことがありますので、さあ つまりですね滑らせちゃいけないんですね。それだけ繊細なマシンコントロールをしないと速いタイムが出せない難しいテクニックが求められる、そんなクラスとなります。リードジェットクラス、まあ、逆に言えばね腕があれば割とサクッと上に上がってくるというそういったクラスになりますので、本当にGT ドライバーなんかがたまに参戦して本当にあまり練習していないのに勝っちゃったりするようなこともあるぐらいのそんなクラスになります。リードジェットクラス、さあそんなね GT ドライバーたちが走ってもなおやっぱりこのタイヤこのパッケージは結構難しいですねっていう風にねおっしゃるそんなカテゴリーなんです。さあそんな中で北康介その繊細なコントロールを発揮しまして現在トップ走行中、タイムも46秒前半にベストラップ入ってまいりました。さあそして2番手山口孝雄の常にずっと後ろを走っております宇佐鹿大吾、これは距離感的には飛び込むことができないという距離感に見えます。レース後半に向けて抑えているというよりかはマシンを近づけてバトルに持っていけないという形なんではないでしょうか。3番手の宇佐鹿大吾、残りは3ラップ。さあ先頭北康介と2番手の差はすでに 3.7 秒ほどに空いております。さあそして2番手山口孝雄とそのすぐ後ろの宇佐鹿大吾、リードジェットクラスの予選ヒート残りは2ラップとなりました。先頭北康介はもうこのまま逃げ切りでしょう。あとは2番手の山口孝雄、その後ろ宇佐鹿大吾がどこかで仕掛けることができるかというところです。さあそして4番手には16号車パワーワークス福島明夫、この福島明夫本日ダブルエントリーのドライバーとなっております。かなり暑いコンディション、体力を持たせるだけでも難しい、そんな中で集中力も持たせていかなければいけない。さあそんな中で先頭の北康介からファイナルラップへと入ってまいりました。さあこれがファイナルラップ、2番手の山口の後ろ、宇佐鹿も近く距離は保ってはいるんですが飛び込むには至らないそんな距離感。リードジェットクラスの予選ヒート、ここでトップで戻ってまいりましたのは北康介トップチェッカーです。そして2番手は変わることなく山口孝雄、3番手は宇佐鹿大吾となりました。そして4番手には福島明夫となりました。